旧国シンクタンクからこんにちは。本日はおなじみカッキーこと柿野慎吾先生にイールドカーブコントロール YCC の意義ということでお話を伺いました。柿野先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということですね。まず各研究員の感想からお聞きしたいんですが、江崎先生。いや、もう柿野先生のお話はですね、この10年ぐらいの、安倍政権以降の金融政策の、ざっとした流れを、聞いたわけですが、本当にね、財務省が増税っていうバカなことをしなければ全然状況は違ったのにねということが改めてこうですね、詳しく、この解説をしてもらいまして、やはりね、なんていうかな、政府が余計なことをするとろくでもないことになるんだというね、でやるべきことをやらせなきゃいけないけど、ね、余計なことさせないことも本当に重要なんだなということを、今日改めて見まして、ぜひともなんていうかな、その辺のところについてまた論文なり本なりを書いていただけるとありがたいなと思った次第です。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、では中川先生。はい、僕全然専門じゃないんですけど、本当細かくですね、一から噛み砕いて話していただいて、で、柿野先生らしくですね、非常にこう詰まった資料で、網羅的なんですね。だからこう歴史的な過程からなんで必要なのか、僕なんか最初 YMCA かと思ってましたYCC っていうらしいですがでも、いずれにしてもですね、本当政治的にどうして必要だったのかね、そういうことも含めて、単純にテクニカルなことだけじゃなくて、非常に人間臭いですね、なんでうまくいかなかったのかも含めて説明いただいて、今後柿野先生がこれは なんか本かなんかになるんですか、よくわかりませんが宿題をみんなからプレッシャー与えてますけどしていただけるかもということはあるんですが、いずれにしても本当に勉強になりました。本当にありがとうございました。ということで、柿野先生今日ありがとうございましたしかセリフがないんですが柿野先生のお話を、聞きたい人は旧国シンクタンク、特に今日の話なんかは政治家の人で知りたい人多いと思いますので、そういう感じで、じっくりとしたところでお話を伺えればなと思います。容赦なく渡先生。結局ですね、金融緩和はこうやったということで、じゃあ減税と、規制の廃止っていうことをやらないと、十分には回っていかないということだと思うんですよね。だからつまりアベノミクスの第2第3の矢も飛ばさないといけないよねということで、安倍さんの政権が終わってからもうすでに、菅政権岸田政権ってなってるわけですけれども、何も課題が変わってないということかなというふうに思っています。で、この、金融政策っていうのが変更があるのかないのかって話にはなってるわけですけれども、しかし、とりあえず今の金融政策が続いている間に減税と規制の廃止が必要だということで、より一層ね、我々そういうことを提言していかなきゃいけないなっていうふうに思いましたと。私の方からもですね、感謝の辞を述べますと、いや、これほど柿野先生 の役割が日本にとって大きい時はないかなと。というのは植田新総裁は金融緩和続けますと国会で約束したんですけど、あの通り口がうまいんで約束を破っても破ってないんだと言い張られた時に正直言い返せる人がいないと困るんで、そこで柿野先生が、具体的に言うと3年日銀を監視しなきゃいけないと、早ければ1年かもしれないけれども分かんないですけど、明日一番最初の政策決定会合でYCC を解除していいような状況にはなってないんだっていうことはよく分かりました。なんで YCC が出てきたのかという話なんですけども、アベノミクスで最初量的非正規金融緩和というのをやって、第一の大胆な金融政策ですね、それをやって、同じく需要を支える政策として機動的な財政政策第2の矢を飛ばして、第3の矢、これ成長戦略ですね、規制改革です、それによって、成長軌道を引き上げるという、この3つの、3本の矢という政策を、言っていたわけですね。これ非常に素晴らしいパッケージだったんですが、その第1の矢が非常にちゃんと飛んだ、量的非正規金融緩和が非常にいい政策だったのに、第2の矢がこれを思いっきり足を引っ張ったわけですね。第2の矢が飛ぶどころか反対側に飛んできたわけです、
消費税増税というのをやってしまったわけですね。で、まあ、アベノミクスのその、QQE という、まあ、量的質的金融緩和という政策は、まあ、2% のインフレ目標を達成しますよということを約束して、まあ、予想インフレ率を引き上げると。で、あ、これからインフレになるから、今までみたいに、どんどん物価が下がっていくと思って、まあ、支出を先延ばしにするなんて行動を取らないで、まあ、どんどん今使おうというのになっていって、投資も消費も盛んになると。で、まあ、それから、まあ、長期国債とかそういうものをどんどん買って、まあ、その、金利を引き下げるということをして、まあ、実質金利を下げるという政策を、まあ、この量的質的金融緩和というのはやってたわけですね。ところが、まあ、消費税増税という、まあ、だからみんなに支出を増やしてくださいというのをやってたときに、まあ、消費税増税ということをやってしまって、まあ、その後社会保険料が上がったとか、もう一回増税したというのがありましたけども、まあ、こういった、まあ、これからデフレを終わらせようというふうにみんな頑張って まあ、金融政策が頑張ってるときに、財政政策は反対方向に足を引っ張ってしまったわけです。で、これで、まあ、予想インフレ率が、まあ、あ、なんだ、まあ、これからどん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 支出が増えて、収入が増えていくっていう、そういう時代じゃないんだなとみんな思ってしまって、まあ、その予想インフレ率がまた失速してしまったわけですね。で、そういう状況で、まあ、この金融緩和を立て直すにはどうすればいいかと、で、まあ、財政が、まあ、緊縮的なこともあって、まあ、十分な国債がないという問題も起こってきたわけです。で、こういう時に、まあ、国債をそんなにたくさん買わないで、買う国債の量を節約しながら、金融緩和効果を維持する。で、長期的に持続的な緩和をして、まあ、要するに本当は 2% のインフレ目標を短期決戦でやりたかったんですけども、まあ、それが難しくなってしまったので、これを持久戦という形で、やるにはどうしたらいいだろうかというのを考えて出てきたのが、まあ、この、まあ、ちょっと長ったらしいのであれなんですけども、超短金利操作付き量的質的金融緩和という政策なわけですね。で、これすごく複雑になっているんですけれども、というか一見すごい複雑なんですけども、その柱になっているのが、まあ、実は非常に簡単で、一つは YCC と、これは、まあ、その金利っていうのは、まあ、たくさん、まあ、すみません、金利っていうのはその短期の金利から長期の金利まであるわけですね。まあ、この、まあ、この短期から長期からこうやって並べたのがイールドカーブっていうんですけども、まあ、これを、まあ、まあ、特に10年ものまでの金利というのは、まあ、企業の投資行動や、まあ、消費行動に影響が大きいですから、まあ、ここを、まあ、大きく下げるという、まあ、ここをたくさん要するに国債を買うわけですね。で、これを下げるという形で景気を刺激するということをやるというのは、これはイールドカーブコントロールです。で、このイールドカーブコントロールに加えてオーバーシュート型コミットメントというのをやってるんですね。で、これが、この、まあ、今の長短金利操作付き量的質的金融緩和の2つ目の柱です。で、これオーバーシュート型コミットメントって何かっていうと、これは 2% 達成しましたよと言ったらすぐ引き締めるっていうんだと、まあ、これ達成してこのまま続くかどうかわからないところですぐ引き締めてしまったらまた失速してしまうという、まあ、日銀は過去に、まあ、ゼロ金利解除だったり量的緩和の解除だったり、何回もこういう失敗をしているわけです。つまりちょっと良くなった、もうそろそろ達成だっていう時にいきなり引き締めてしまうと。で、拙速な引き締めをやって、あ、結局物価上がらないんだなとみんな思ってしまうとやってたんですけども、そうじゃなくて、2% をちょっと超えてる状態でもとにかく安定して 2% を達成できるまで、まあ、具体的には、賃金が上がったりとか、まあ、サービス財、これも賃金ですね、結局、主な構成もこれが上がったりするまで、というかこれが安定的に上がるようになるまで、まあ、金融緩和続けるんだということ、マネタリーベースを増やし続けると、うん、こういう政策、この2つがこのセットになっています。まあ、このオーバーシュート型コミットメントで予想インフレ率を引き上げて、まあ、イールドカーブコントロールで金利全体を下げると、まあ、こういう仕組みを今取ってるわけなんですね。ただこの仕組みというのは、まあ、先ほど、江崎先生からも、まあ、和田先生からもこうコメントをいただいた、通りなんですけれども、これっていうのはちょっと、まあ風任せというかいう部分というのはちょっとあります。なぜかというと金利の水準というのは、まあ、この、まあ、10年もあったら、0% で、短期国債、短期の金利は、マイナスにしておくという形で、まあ、こうやって固定しているわけですけれども、まあ、この固定しているところからはこれ以上上がったりというか下がってはいかないわけですね。で、この金融緩和の効果っていうのは、まあ、このイールドカーブコントロールっていうのはこの金利を固定しているわけですけれども、この
このイールドカーブコントロールの効果っていうのは、まあ、その経済が均衡するような金利っていうのが、高くなってくると、まあ、それに比べて実際の金利が低い状態ですから、まあ、そうなると、効果が大きくなるわけですね。だけどその金利が高く、そのこの金利と実際の金利の水準と経済が均衡する金利の水準の差っていうのが、これが大きくなるか小さくなるかっていうのは、例えば、海外の、まあ、海外で金利を引き上げるような動きがあると、アメリカ国債の方が有利だっていうので、まあ、みんなアメリカに投資しようとしますから、円安になるわけですね。そうなると、まあ、円安になって、まあ、輸出が増えたり投資が増えたりということが起こってくるという形で、景気が良くなる、し、あるいは日本国内で財政出動をすると、財政支出が増えるというと、これは金利が上昇圧力がかかりますから、そうするとやっぱり、まあ、その財政が出動している分、まあ、金融緩和も、強力に働くことになって効果が大きくなるということになるんですが、これ要するに外から何かいいことが起こらないと効果っていうのは大きくなってこないっていうところがちょっと、難点なわけです。とはいうものの、いきなりここで解除したら大変だっていうことですね。そうです、はい、そうです。ということで梶山先生ありがとうございました、というか告知の時間もありますんで、中山先生よろしくお願いいたします。まあ、僕からの告知はですね、まあ、メルマガで会員の皆さんにね、お伝えしてますし、内藤先生との番組は中ロ首脳会談で、まあ、何が話し合われたのみたいなことも含めてお伝えしました。まあ、その辺をちょっとまとめてレポート化してみようかなということで、やってみたいと思いますので、まあ、会員の皆さんお楽しみにしてください。はい、はい、小澤先生お願いします。はい、ですね、こちら、まあ、最近ずっとお話ししてるんですけど、この2つの本の翻訳ですね、こっちが、グローバルノーキスト、まあ、全米税制改革協議会の会長の、2009年の時に、まとめたリーバースアローンという、まあ、アメリカの保守の草の根、団体にとっての、まあ、重要な本の翻訳と、こっちはニュート・ギングリッチ、元下院議長ですね、今アメリカの裏ボスみたいになってるんですけど、共和党の方の、うん、その人の、まあ、最新の理念の本、うん、なんですけれども、この2つの翻訳のプロジェクトということで、以前に告知をさせていただいたらばですね、多くの方々から、あ、じゃあぜひ寄付して一緒にやっていこうというお話をいただいたので、まあ、しっかりとこの2つの翻訳が進みそうですというのをもう一度改めてご報告をしました、します。で、それと、こちらのね、グローバルノーキストさんの方からは本人からコメントが来まして、もうね、ジャパンのフレントのためなら、こう俺はいくらでもこう、ね、自分の本を翻訳してくれて嬉しいみたいな、うん、そういう話がいただきました、うん、で、本人もちょっとこれはまだ調整中なんですけども、今年日本にお呼びしようかなというふうに思っていますので、まあ、来れるかどうかっていうのは向こうの都合もかなりありますから、何とも言えないんですけども、一応日本にご招待をして、日本の皆さんにね、この本に、まあ、サインとかにしてもらえるような感じでやりたいなと、もちろん日本語版のものに、やりたいなというふうに思ってますので、またそれが決まりましたら、もう一度皆さんにご報告できればと思います。はいはい、8月にノーキストさん来日ですかね。来日できるといいなとご期待いただければというふうに思います。はい、はいはい、そして私の方から告知ですけれども、7月30日に第7回旧国シンクタンクフォーラム、今回は皇位継承問題に絞ってやりたいと思うんですけれども、改めて時間と場所、場所は初公開ですかね、時間は7月30日4時会場で、4時半から8時までを考えております。で、場所は TKP ガーデンシティプレミアム神保町プレミアルポールルームという、第5回の秋 の大感謝祭でやったと場所と同じですね。ということで、7月30日は、4時から、神保町にお越しいただければなというふうに考えております。まあ、すでに打ち合わせ等々を始めておりますので、随時お知らせしていきたいと思いますけれども、まあ、お一人の方は皇位継承問題と政治ということで、一体今皇位継承問題がどういうふうになっているのかということを、現実の政治、もしかしたら解散総選挙があるかもしれないということで、どう動くのかということも含めて、スリリングにお伝えできればなというふうに思っております。
というふうにですね、こういう活動ができるのは会員の皆様のお支えによってですので、旧国シンクタンクの会員になっていろいろとお前らは成果は出してるのかというふうな付き合いをしていて、くださる仲間が欲しいなと思ってやっております。柿野先生、本日ありがとうございました。ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。